今年で71回目を迎えた西宮支店は、文化・芸術に触れる機会を増やしたいと、市と西宮市文化振興財団が毎年開く公募作品展です。今年は17歳から94歳まで357人から428点の申し込みがあり、入選した236作品が展示されました。西宮支店では洋画、日本画、デザイン、書、写真、彫塑立体、工芸の7つの部門が設けられています。今回は最高賞にあたる西宮支店賞が6部門の作品に贈られました。ここからは西宮支店賞受賞作品を受賞者コメントと合わせてご紹介します。洋画部門、丸橋茂美、クリスタルな部屋。コロナ禍、行きたい時に行きたいところへ自由に行けない日々。ある朝、窓辺に置いてあるブリキの器、線がついている瓶が朝の光を浴びて輝いているのに気がつきました。思わずその中にドライフラワーとハスの花の種、ユーカリの枝を描いてみようと思いました。こぼれ落ちる種は明るい希望が持てるように好きな色、フレッシュピンクにしました。クリスタルな空間表現にしたくて、光の具合をキャンバス布地で、梱包材でコラージュし、透明感が出るように貼ったり、剥がしたりと何度か試行錯誤を繰り返しました。クリスタルな部屋の空間作りは、私に束の間の憩いと明日への希望を与えてくれました。日本画部門、青木靖子、冬銀河。この絵を描くきっかけは、いつもモデルをお願いしている方のクッションを抱いてすっと首を伸ばし空を見上げるようなポーズでした。描いているうちにイメージが膨らみ、暖かい室内から真冬のいてつくような夜空にかかるダイヤモンドを撒いたように輝く銀河を眺めながら無双する姿を想像しました。夜空の下地はカラフルですが、上から色をかけていくうちに微妙なニュアンスを醸し出してくれました。下地の色が動かないように薄い紙を全面に貼り、その上から何度も岩絵の具をかけ、透明な深い青ときらめく星座を表現しました。日本画で自分が美しいと思うものを画面に残したいという願望が一つ形になったように思います。デザイン部門、近藤菊子、旅の始まりと締めくくり。多くの人が行き交い、たくさんの荷が集まる賑やかな港をイメージしました。船を作ることが楽しく、桟橋を作り、灯台も作ろう、魚も泳がそうと気づけば、大きな一つの作品に仕上がりました。木材は木目の模様や色がどれも違い、温かみのある素材です。塗装はせず、木本来の色を大切にし、組み合わせることで色とりどりの船が完成しました。この作品を見ていただいたときに、絵本を開くときのようにほっこりして楽しい気持ちになっていただけたら嬉しいです。書部門、原玲光、区間光。墨の量の変化や線の強弱、全体的なバランスなどに気をつけ、単調になってしまわないよう注意しながら制作しましたが、何度書いても思うように書けず、墨をすったり水を加えたりしながら濃淡やにじみを出してみたり、筆を変えて書いてみたりと試行錯誤することが多かったです。少しでも良い賞を取りたいという気持ちを常に持ち、教室がある日は早くに行って先生に作品を見てもらい、
多くの助言をいただきながら、かける日は積極的に作品制作に臨みました。この賞をいただけたのも、先生や家族の協力があってのことだと思っています。写真部門、菅野早苗、一本桜。岐阜県下呂市にある御殿のしだれ桜です。コロナのせいか観光客は少なく、ゆっくりと桜を鑑賞し撮影できました。日没後、まだ空に明るさが残る時間に撮りました。桜のバックにある杉の木が端正で、その杉林がまだ残っていた空の光で桜とともに水鏡に映り込んで、雰囲気のある写真が撮影できたことを嬉しく思いました。題名通り、しだれ桜一本が田んぼの高台にすっくと気高く立っていて、周りには水仙の花が咲き、横には茶畑、鳥と気の早いカエルの鳴き声が聞こえ、自然豊かな中で満開の桜が気高く咲き誇っているのを見るのは、写真を趣味にして本当に良かったと思いました。工芸部門、中川紀美子、樹海に薫風。新型コロナの流行以来、不要不急の外出控えと自粛で気分が落ち込みました。季節は春、外は芽吹き、新緑の風を受け、楽しく外出したい思いと、コロナ収束の願いを込めて丸がすりで表現しました。丸がすりを作る過程でうまく丸みが出せず苦しむことがたびたびありますが、丸が一つ完成すると嬉しく楽しくなり、次の丸へと折り進む力が出てくる不思議さに魅了されています。雲を見ても山を見ても、これを丸がすりで表現したらどんな感じになるかなと、次の作品への思いでワクワクしてしまいます。7月10日には表彰式が行われ、6部門の西宮支店賞受賞者が参加しました。今回の受賞契機に、より一層西宮市の芸術文化の発展にご貢献いただくことを心から期待をさせていただいております。おめでとうございます。審査員代表の今竹みどりさんは、この西宮が芸術文化、生活文化の飛び抜けた良い街になるように、ご協力をお願いしながらお祝いに返させていただきたいと述べました。私たち一同は今回の栄誉を励みとし、これからもなお一層の研鑽を重ね、それぞれの活動に引き続き精進してまいりたいと存じます。